国内最大級の水上発電施設が千葉県市原市で竣工し、報道陣に公開されました。今日公開された山倉水上メガソーラー発電所は18ヘクタールと国内で最大級の広さの水上発電所です。ダムの上に5万枚を超えるソーラーパネルが浮かびます。ソーラーパネルは夏になると温度が上がって発電効率が下がりますが、水上発電の場合は水がパネルを冷やすので地上よりも発電効率が良いということです。最大発電量はおよそ 13.7 メガワットで、1年間に直すと一般家庭およそ5000世帯分の電力消費が賄えるということです。